出発進行。バイキンのジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールドからこちら、エルダビークル、エルダトップリフタービークルモードを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして、今回はこちらシンカリオンチェンジザワールドからエルダビークル、エルダトップリフタービークルモードの組み立て方を紹介していきたいと思います。で、今回はね、エルダトップリフタービークルモードの組み立て方っていうね、形の動画なんですが、その他にもね、各種シンカリオン、そして他のね、エルダビークルの組み立て方、そしてラベルの貼り方編とかね、各種各モードの変形方法と、いろいろ動画の方を公開しているので、そちらの方も合わせてご覧ください。よし、それじゃあエルダトップリフタービークルモードに変形していきましょう。で、基本的にね、組み立て方の方は取扱説明書の手順通りに行っていきます。今ね、セット内容と同じ並びにね、各パーツの方を並べてあるんだけど、この方が分かりやすいかな。そしてさらにそれぞれね、番号があるんだけど、今現在何番の工程を行っているのかっていうのもこの辺左上の方に表示しておくので、取扱説明書と照らし合わせながら動画の方を見ていただけると、これもまた分かりやすいかと思います。はい、そんな感じで始めていきましょう。まずは1番目の工程、使用するのはこちら、トップリフターレッグ AB。 このね、2つを組み合わせていくんだけど、2箇所だね、パチッパチッってしていくだけです。意外と全体的に簡単かもしれない。で、続いて2番目の工程、使用するのはこちら、ツイストロックバスター AB。 さっきのね、1番目の工程同様に、まあ、抱き合わせる形でね、こんな感じに組み合わせていきます。で、次は3番目の工程だね。1番で組み立てたパーツに2番で組み立てたツイストロックバスターを取り付けるだけです。まあ、向きに注意だね。で、4番目の工程、今度は車両を裏返して、この部分、ここに金定眼をカチッというまで差し込んでいきます。差し込むことでツイストロックバスターが固定される形です。で、5番目の工程、3番で組み立てたツイストロックバスターにバックパネルを取り付けていきます。これも上下向きに注意が必要なんだけど、まあ、やり方としてはね、差し込むだけです。で、6番目の工程、今度は、まあ、後ろの部分だね、ここにフロントアーマー、フロントアーマーを差し込むような形でね、これも取り付けていきます。さあ、早いものでラストです。これもね、後ろの方に取り付けていくんだけど、ミサイルポット AB だね、これをね、取り付けていきます。赤くね、着色された部分が前を向くようにこんな感じに、差し込んでいきます。反対側も同じように差し込んであげたら、これでエルダトップリフタービークルモードの組み立ては完了です。さあ、いかがでしょうか、エルダトップリフタービークルモード。これもね、まさかシンカリオンに登場するとは思いませんでした。まあ、意外だけど意外じゃないみたいなねまあ、そんな感じではあるんだけど、まずね、ビークルモード、これでもね、できる遊びがありまして、ご覧のように手転がしで走行させることができます。まあ、イメージとしてはトミカみたいな感じだね。で、ちょっとね、残念ながらこの部分、バックパネル部分の、動きの方はありませんが、もっとね、イメージしやすいところっていうところで、まあ、こんなものを用意してみました。コンテナ。
そもそもトップリフター、鉄道に関係するのっていう話になってくるんだけど、このね、エルダトップリフターは貨物駅で大きなコンテナを移動するために働くトップリフターがモチーフに開発されたエルダビークルです。まあ、短い車体のね、小回りの利く移動を可能にしていて、障害物をね、避けながら素早い走行ができる。まあ、そんなね、エルダビークルで、まあ、コンテナを乗せてみるとね、あーってなるよね。うん。なるけど、じゃあこのエルダトップリフター、どうやってシンカリオンと合体するのっていう話になってくると思います。はい、そんな感じで、ビークルモードの組み立て方ときましたら、続いてはこちらの組み立て。合体フォームの組み立て方ということで、今度はね、E6 小松とビークル合体していきたいと思います。それでは、ビークル合体、シンカリオン！はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回は新幹線変形ロボシンカリオンチェンジザワールドからエルダトップリフタービークルモードの紹介でした。って感じでね、冒頭にも言った通り、各種シンカリオン、そしてエルダビークルの組み立て方、そしてラベルの貼り方など、シンカリオンチェンジザワールドの動画すでに20本以上、公開しているので、よかったらね、他の動画もチェックしてみてください。でさらに、バイキンのジョーのチャンネルではね、シンカリオンの動画はチェンジザワールドはもちろん、無印シンカリオン、シンカリオン Z もね、トータルで500本以上の動画を公開しています。なのでね、よかったらそちらの方もチャンネル登録をしてぜひ見てみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。